デーブ・ナバロは、ジェーンズ・アディクションや、レッド・ホット・チリ・ペッパーズで活動した、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカ出身のギタリストである。ジェーンズ・アディクションの3度目の解散後は、新しいバンド、パニック・チャンネルを結成している。1986年、ボーカリストのペリー・ファレルとドラマーのスティーブン・パーキンスに、誘われて、ジェーンズ・アディクションに参加。 後に参加したベーシストのエリック・エイベリーもナバロの幼馴染みであった。デビューライブアルバム、ジェーンズ・アディクションに続くセカンドアルバム、ナッシング・ショッキングとサードアルバム、リテュアル・デロ・ハビテュアルにより、ジェーンズ・アディクションは、オルタナティブロックの先駆者として、商業的な成功と高い評価を手に入れる。しかし、1991年には、人間関係のもつれからバンドは解散。 ペリー・ファレル主催のジェーンズ・アディクション解散ツアーを兼ねたロックフェスティバルロラ・バルーザにはオルタナティブ・ロックやヒップ・ホップ、インダストリアル・ロック、パンク・ロックほか、ありとあらゆる先鋭的な新進ミュージシャンが参加して1990年代に流星を誇るオルタナティブ・ロックの方向性を定めるという役割を果たした。1993年、ナバロはエイベリーと共に 新しいバンド、リコンストラクションを結成。しかし1994年にセリフタイトルアルバムを1枚発表しただけで解散する。1994年、脱退したギタリストジョン・フルシアンテの後任として、レッドホットチリペッパーズに参加する。ウッドストック1994では巨大な電球を頭に乗せたステージ衣装で、新メンバーとしての存在をアピールした後、 このバンドにとっては6枚目となるアルバム、ワンホットミニットを発表。しかし、このアルバムの発売に伴うツアーを終えた直後に、あっさりと脱退。結局、デーブが脱退したその年に、ジョンが復帰した。ソロ作品の制作が難航する中、1997年には、ジェーンズ・アディクションの再結成ツアーに参加。アルバム、ケトル・ホーイッスルを発表。 この時ベーシストを務めたのは、レッドホットチリペッパーズのフリーだった。この再結成は一時的なものだったため長野は再びソロに戻り、他のミュージシャンのレコーディングにゲスト参加するなどの活動が中心となる。その後2001年、ようやく初のソロアルバム、トラストのワンをリリース。ボーカルも自身でこなした。2002年には、ジェーンズ・アディクションが2度目の再結成。 2003年に新作、ストレーズを発表するが、ワールドツアーを終えて間もなく、ナバロは、自分のウェブサイトにおいて、クリス・チェーニーとパーキンスとの連名で、真に、クリエイティブな関係性が永続することはあり得ないとの、声明を発表し、ジェーンズ・アディクションが3度目の解散をしたことを明らかに、した。テレビのリアリティ番組、ロックスター、スーパーノバや映画への出演など、音楽以外にも、 活動範囲を伸ばして、オルタナティブロックのファン層以外にも知名度を増す一方、ジェイニーやパーキンスラモとジェーンズ・アディクションのメンバーらと2004年に新バンド・ザ・パニックチャンネルを結成して、本業の音楽活動にも精力的に取り組んでいる。2006年、ジェーンズ・アディクション3度目の再結成に参加。以降ライブ、アルバム制作とまだまだ衰えぬ、ベテランバンドの活動を続けている。 ありがとうございます。